財務省の税制見直し案とナショナリズム。この時間は税制について三谷さんに伺います。先日、所得税の見直しについて、財務省は、高収入の会社員、これを増税して、会社に所属せず働く人、えー、減税する方向で与党と調整に入った、うん、というニュースありました。三谷さん、このニュース、これ,これね、えー、一番びっくりしたのが、はい、そもそも所得税の見直しとかって、はい、選挙戦の時とか、選挙の前とかって、話題になってましたかねなってなかった。 一回も聞いたことないはずですよね。で、これびっくりするんですけど、これ所得税の改正案って、自民党が総選挙で勝ちましたと、翌日に分厚いペーパーが税調に送られたんですよ。務省から。準備してたんでしょ、だから。はそりゃそうですよね。それいけないですよ、こんな1日で。そうですね。分厚いんだから。分厚いこんな資料とか。ペラ1枚だったらね、それは分かりますけどね。でもいきなり議論になって、所得税改革待ったなしみたいな空気が作られちゃってるんで、えっと思われちゃダメですよ、まず。で、これひどい話で、要は会社員の、 方っていうのは、はい、例えばスーツとか 今、寺島さん学校着てられてるシャツとか。はい。これも仕事で使ってますか明らかに。はそうなんですね。はい。だからそれを経費として認めますけども。はい。その、領収書で申請とかしないようになってまして。まあその、所得控除って形で、え最低65万円ですね。はい。で、最大、えー、220万円。まあ年収1000万の人以上の人は220万円がマックスなんですけど。はい。これを経費として認めて、所得から控除してるんですけどはい。そんなにかからないって言ってるんですよ、財務省は。あはあ。で、それを下げましょうと。で、ちなみに所得控除は、 その、どんな会社員の方々も、あの、下げられちゃいます。えー、はい。つまり、その分、所得が増えるってことになって、税収が増える。まあ、税金を払わなくちゃいけなくなるから、増税なんですよね。はーはーで、反対側で、えー、まあ、それだけだと批判されるから、はい、その、会社員以外の方も含めて、所得税払ってる人全員が控除されてる基礎控除ってのがあるんですよ、ね。はい、それを引き上げるからいいだろうって話になるんですけど、これね、要は、高所得者、まあ、年収、まあ、例えば、例えば600万くらいから上かな。はい。その後ね、高所得者の方々に対する普通に増税、えー。 ああ、そうなんですね、だから基礎控除、例えば38万あったものをね、42万ぐらいにしましょうなんていう、だったら、比較的低賃金の方はいいんでいいかないです、なぜかとうと、会社員の方は、だって所得控除減っちゃうから、それでなんか、総裁できるよりはちょっと低所得者の会社員はっていうことなんですよね、だからあまり、低所得者の方はあまりダメージないと思う、ただ、サラリーマンの中堅から上の方々は、絶対基礎控除の増産分を所得控除の削減分が大きくなっちゃう、普通の大きくなっちゃうから、普通に増 これ、反発あるでしょうねすごいこれ、ね、でかい話なんですよ、えー、でかい話なんです、はい、で、これ、結局こういうことなんですよね、はい、要はこうあの、みんなにいっぺんに増税、まあ、消費税が電気だけど、みんなにいっぺんに増税すると、はい、すごい批判食らうと、はい、この話っていうのはね、とうん、低所得者の方々はそんなにダメージないかなと。はい、高所得者だけが、うん その給与所得控除が一気に下がるから、増税になって、ダメージ食らうだけだからいいでしょって話なんですけどね、はい、これ今の日本にとって、高所得者に増税して、低所得者に分配する所得再分配、はい、これは適切な政策だと思うけど、<い>財務省の場合はその再分配政策がないんですよ、はい、ただ取るだけ。<ー>で、これ、なんかその話ともう一つはね、はい、低所得者の方々はダメージありません。多分金持ちのおのいっぱい金稼いでる所得が多いサラリーマンだけが、<い>会社員だけがダメージ受けるからいいでしょっていうのこれって、どうなんでしょうね。はい、要は そのなんか国民のね、デフレでみんなルーサンジャム溜まってますよ。ネタミン。ネタうんぬんかんぬん。それ活用しようとしてんじゃないかなと。それとむしろこれはね、低所得者の方々って、おだそうなのかもっと取れと。こんな感じにならないと。うん。そうですね。こういう感じで、国民意識っての壊されてってんだなあってのもうから今日はナショナリズムって言葉をタイプに入れてもらったわけです。国民同士でなんかいがみ合うそう、いがみ合って。しかもそれを財務省に利用されちゃってるわけですよ。増税路線に。いやー、だけど、あの、ま、今の理屈聞いてるとね、いや、だから低所得 会社員だったら、あ俺たちあんまり関係ないから、上から取るんだったらどうぞみたいなね、流れになってるんだけど、でもね、と、再分配政策がないから、高所得者から増税したらですよ、単にその分、高所得者から消費とかが減るだけです、すると、その分、デフレ深刻化するから、結局低所得者の方々もさらなる貧困化に見舞われますよと、これが国民経済なんでそうか、分配がない局だからどんどん減って。懐減る 気持ちもちょっと縮む絞む、そうすると消費に向かわないですね。昨年増税された人はね、消費減らすんですよ。じゃ当たり前ですよ。ではい。でもこれだって意味ないですよ。意味ないんじゃなくて、あのデフレ促進策です。だからやばいんです。意味ないというよ意味ある意味意味はある。んです。デフレ促進策。さらにデフレ。そうですよ。明らかにね。ことなんですね。もう一つあるんですよね。その高所得の年金受給者の方々。この方々が前のあの増税も計画されてまして、高所得な年金受給者っていうのはこのしょ控除を減らすと。まあ増税なんですけどね。これもやっぱ 同じで、あの所得が多い人を狙う,うちにしてんだから、国民反対しないよねみたいな変なル・サンジマンを利用しようとする姿勢が見え見えなので、まずいなと。 これデフレ深刻化する絶対そしたらまたまたみんなルサンチマンたまるからそれを利用してまた増税とか切りがないじゃないかっていうこんな感じの日本になっちゃってるんですよ今はまあ高所得な年金受給者っていうのは具体的には例えばアパート系とかそういう人もおから仕入れてってでもそれでも年金もらってるただの年金だけの暮らしの人からしてみるとあの人たちお金持ってるんだからいいじゃないですかもっと増税するの大変なんだけどいやだから増税したら消費とか減るから皆さんもダメージいきますよとここも妬みこれを利用する可能性があるということなんですね ありますよ貧困化するとか、小国化するとかですね、はい、そういうのあるんだけど、<っ>最終的には、国民を分断していきますよねあ<ー>貧困化、まあ、貧困化に苦しむ方々、ルサンチュもため込んで、はい、それで誰か敵ね、まあ、今回、高所得者だけど、はい、そういうのをあのターゲットにした政治に対して、喝采するんですよ、むしろ、はい、もいいぞ、もっとやれって感じで、はい、ナショナリズムが壊れていって、最終的には国家が壊れるんだなっていうのが、<ー>この話からわかると思います、えー、いや、となると、三井さん、今回のこの所得税の増税案というのは。うん これや,やばいじゃん。そもそもなんで所得税増税の話が出てくんだっていう時点でおかしいんですよ。なぜ、えー、選挙戦の時に言わなかったのか、えー。そ、ね、それは選挙でそんなこと言ったら票が取れないからなんでしょうけどね。はいえー、つまり今っていうのは、まあ、安倍政権が、安倍政権という自民党が勝ちまして、しばらく選挙ないんですはい。 だから今のうちに当たて、だってあれ所得税の増税だけじゃないですからね、タバコ税の増税、あれ出国税でしょ、そうでし人ね一人千円とかね。あるいはですね、社会保障、あすみません、教育支出の負担を企業の社会保険給付で求めるとか、で三条件億円でしたっけ、もう増税のラッシュなんですよね。こんなのって自民党公約に載ってなかったですからね、消費税増税の増収分の見直しだけでしょ、税収関係っていうのは。というような形で、も平気でやってくるんですよ、財務省っていうのは。 けれどもそれってあのー、取りも直さず、ですね三谷さんもいつもこれも毎回のように説明してくださってる、うんえー、借金がっていうね。国の借金がっていうね、うんえー、それもも少しでも返さな,きゃないとい,いう話になっ,ちゃったんだ、ね、なってますよ、ね、あなんで日本銀行が4割国債持ってるのにそんなの気にしてんだって話はもう散々言ったからいいんですけどね、うんはい、やっぱりでも発想として、多分日本国民っていうのは、うんはい、その政府が増税して、うん、それでね。 あの消費税の時は典型だったけど、社会保障に使いますよとかね、はい、教育に使いますよと、じゃあ私たちが分配を受けるんだから、増税しょうがないねと、まあ、増税よくないですよ、よくないんだけど、はい、まあそういうレトリックだったんですよ、ちょっと前までは。えーはい、もうそれすらやらないですよね。なるほど、増税して、それ、負債返済するんだと。負債返済したら、誰の消費にも、誰の所得にもならないでしょということで、われわれを貧困化させるだけなんですけれども、そういうのも、やっぱこうルサンチマンがあると、なんか賛成しちゃうんですよね。はいはい、逆にどうなんですかね、これ毎回聞いてますけどね、ラジオのリスナーの人たちに聞きたいんだけど、はい 政府が、まあ、財源とりあえず置いといてね。 例えば、教育だ、医療だ、介護だ、あるいはインフラセーブだってところに、大々的に支出しますこれがデフレ対策ですね。やりますって言ったときに、どう判断するかというと、多分多くの国民が、政府は無駄遣いすんなと思うんじゃないですかね。そう思いませんどうですかね。可能性高いですよね。そうなると政府は正しい財政政策ができませんね、と。で、反対側で、デフレが続くと財政は悪化が続いちゃうから、それを理由に財務省が増税しますって言ったときに、やっぱ納得しちゃうから、本当に財務省によって日本が壊されていく。つくづく思う。 特にあの今回のお話で怖いなと思うのが、そのルサンチマという妬みをね、元に使って、そのナショナリズム、一つになってなきゃいけない、特にそのねあの震災大国にそうですよね、災害とかそういった時には、もう困った時はお互い様でやらなきゃいけない、まあ、そんなものが分断されてしまうと、これ、日本という、この今まで当たり前にもう育ってきたこの私たちが、ちょっと変わった感じになっちゃうと、ね、まあ簡単に言うと、震災が起きた時に、高特産の所得者のところに低所得者が略奪に行くってことなんですよ。はあ 中国絶対そうなんですからねち<ー>なみにあなるほどそういう国になっちゃいますよこのままだとわかった、えー、気持ちが荒んでくるぞってことなんですね、うんえー、これはでも恐ろしいすごい厄介な問題なんだけどこういう話が政治の場ではされないと思います、えー、だから問題なんですよねは入る産地は妬、い、み、えーはい、ね。 まあ今、寺島さんがこう着てられてるシャツとか、これも仕事で使ってますか、明らかに。そうなんですよね。だからそれを経費として認めますけども、その領収書で申請とかしないようになってまして、まあその所得控除って形で、え最低65万円ですね。で、最大、えー、220万円。まあ年収1000万の人以上の人は220万円がマックスなんですけど、これを経費として認めて、所得から控除してるんですけども、そんなにかからないって言ってるんですよ、財務省は。はあはあ。で、それを下げましょうと。で、ちなみに所得控除は、 その、どんな会社員の方々も、あの、下げられちゃいます。えー、はい。つまり、その分、所得が増えるってことになって、税収が増える。まあ、税金を払わなくちゃいけなくなるから、増税なんですよね。はーはーで、反対側で、えー、ま、それだけだと批判されるから、はい。その、会社員以外の方も含めて、所得税払ってる人全員が控除されてる基礎控除ってのがあるんですよ、ね。はい。それを引き上げるからいいだろうって話になるんですけど、えー、これね、要は、高所得者、まあ、年収、まあ、例えば、えー、確か600万くらいから上かな。はい。その分ね、高所得者の方々に対する普通に増税。えー なんですああ、そうなんですね、だから基礎控除、例えば38万あったものをね、42万ぐらいにしましょうなんていう、だったら、比較的低賃金の方はいいんでしょうねいいかないです、なぜかというと、会社員の方は、だって所得控除減っちゃうから、それでなんか、総裁できるよりはちょっと低所得者の会社員はっていうことなんですよね、だからあまり、低所得者の方はあまりダメージないと思う、確かにただ、サラリーマンの中堅から上の方々は、絶対基礎控除の増掃分を所得控除の削減分が大きくなっちゃう、普通の大きくなっちゃうから、普通に増 これ、反発あるでしょう、ね、すごいこれ、ね、でかい話なんですよ、えー、でかい話なんです、はい、で、これ、結局こういうことなんですよね、はい、要はこうあの、みんなにいっぺんに増税、まあ、消費税が元気だけど、みんなにいっぺんに増税すると、はい、すごい批判食らうと、はい、この話っていうのはね、とうん、低所得者の方々はそんなにダメージないかなと。はい、高所得者だけが、うん その給与所得控除が一気に下がるから増税になってダメージ食らうだけだからいいでしょって話なんですけどね。はい、今の日本にとって高所得者に増税して低所得者に分配する所得再分配。はい、これは適切な政策だと思うけど、はい、財務省の場合はその再分配政策がないんですよ。はい、ただ取るだけ。あ<ー>で、これなんかその話ともう一つはね、はい、低所得者の方々はダメージありません。多分金持ちの差のいっぱい金稼いでる所得が多いサラリーマンだけが、<え>会社員だけがダメージ受けるからいいでしょっていうのって、これってどうなんでしょうね。はい、要は、ええ そのなんか国民のね、デフレでみんなルーサンジャマンたまってますよ。ネタるね。そネタうんぬんかんが、それ活用しようとしてんじゃないかなと。それとむしろこれはね低所得者の方々って、あん、まだそうなのか、もっと取れと。こんな感じにならないと。そうですね。こういう感じで、国民意識っての壊されてってんだな、あーってのもう一回今日ナはナナリズムって言葉をタイプに入れてもらったわけです。国民同士でなんかいがみ合そう、いがみ合って、しかもそれを財務省に利用されちゃってるわけですよ、増税路線に。いやー、だけど、あの、今の理屈聞いてるとね、いや、だから低所得 その会社員だったら、あ俺たちあんまり関係ないから、上から取るんだったらどうぞみたいなね、流れになってるんだけど、でもね、と再分配政策がないから、高所得者から増税したら、ですよ単にその分、高所得者から消費とかが減るだけです、皆さんもダメージいきますよと。ここも妬み、これを利用する可能性があるということなだから、デフレの一番怖いのはね、いろんな問題ありますよ、貧困化するとか、小国化するとかですね、そういうのあるんだけど、最終的には国民を分断していきますよね。 貧困化、まあ、貧困化に苦しむ方々、ルサンチュも溜め込んで、はい、それで誰か的ね、まあ、今回高所得者だけど、はい、そういうのをあのターゲットにした政治に対して、喝采するんですよ、むしろ、はいも、いいぞ、もっとやれって感じで、ナショナリズムが壊れてって、最終的には国家が壊れるんだなっていうのが、<ー>この話からわかると思い,ます、えー、いや、となると、三井さん、今回のこの所得税の増税案というのは。うん どうご覧になってますかこれや、やばいじそもそもなんで所得で増税って話が出てくんだっていう時点でおかしいんですよ。なぜ、えー、選挙戦の時に言わなかったのか、えー。そ、ね、それは選挙でそんなこと言ったら票が取れないからなんでしょうけどね。はいえー、つまり今っていうのは、まあ、安倍政権が、安倍政権というか、まあ、自民党が勝ちまして、しばらく選挙ないんですはい。 だから今のうちに働いて、だってあれ所得税の増税だけじゃないですからね。タバたばこ税の増税、あれ出国税でしょ。あ、そうでしたね。一人千円とかね。あるいはですね、あの、社会保障、あすみません、教育支出の負担を企業の社会保険給付で求めるとかで3000億円でしたっけもう増税のラッシュなんですよね。い。でこんなのって自民党公約に載ってなかったですからね。消費税増税の増収分の見直しだけでしょ、税収関係っていうのは。というような形でも平気でやってくるんですよ。財務省っていうのは。 だけれどもそれって、あのー、取りも直さず、ですね三谷さんもいつもこれも毎回のように説明してくださってる、うんえー、借金がっていうね。っていうね、<て>えー、それも少しでも返さなきゃいけないというこになっちゃうなんで日本銀行が4割国債持ってるのにそんなの気にしてんだって話はもう散々言ったからいいんですけどね、うんはい、やっぱりでも発想として、多分日本国民っていうのは、政府が増税して、うん、それでね。 あの、消費税の時は典型だったけど、社会保障に使いますよとかね。はい、教育に使いますよと。じゃあ私たちが分配を受けるんだから増税しょうがないね。まあ増税良くないですよ。良くないんだけど、はい、まあそういうレトリックだったんですよ。ちょっと前までは。えー、はい。もうそれすらやらないですよね。なるほど。増税して、それ負債返済するんだと。負債返済したら誰の消費にも誰の所得にもならないでしょと。いうことで、我々を貧困化させるだけなんですけども、そういうのも、やっぱこのルサンチマンがあると、なんか賛成しちゃうんですよね。はい、逆にどうなんですかね。これ毎回聞いてますけどね。ラジオのリスナーの人たちに聞きたいんだけど、はい 政府が、まあ、財源はとりあえず置いといてね。例えば、教育だ、医療だ、介護だ、あるいはインフラセーブだってところに、大々的に支出しますこれがデフレ対策ですね。はい、やりますって言ったときに、どう判断するかというと、多分多くの国民が、政府は無駄遣いすんなと思うんじゃないですかね。ええ、はい。そう思いませんどうですか 可能性高いですよねそうなると政府は正しい財政政策ができませんねとで反対側でデフレが続くと財政悪化が続いちゃうからそれを理由に財務省が増税しますって言った時にやっぱ納得しちゃうから本当に財務省によって日本が壊されていっえつくづく思う特にあの今回のお話で怖いなと思うのがそのルサンチマって妬みミを元に使ってそのナショナリズムまあ一つになってなきゃいけない特にそのねあの震災大国にそうですよねえ災害とかそういった時にはもう困った時はお互い様で